おはようございます、星野瑠璃です。2018年ダービー今日チャレンジトロフィーの予想ということで、ハンデ戦の中山マイル重賞ということで、かなり難しいレースになりそうです。ただ57キロ以上の重いハンデを背負った馬がよく馬券に絡むので、人気薄の軽ハンデ馬を狙えばいいというわけではありません、その辺がちょっと難しいところになっています。まずはいつも通りデータから紹介していきたいと思います。まずデータその1、関東馬ということで、とにかくこのレースは関東馬が強いレースです。有力な関西馬が出走すること自体が、少ないっていうのも影響しているかなと思います。過去10年で毎年関東馬が馬券に絡んでいて、過去10年で3着以内独占が3回、2頭が絡む年も5回あります。つまり過去10年で関東馬が1頭しか絡まなかったという年は2回しかありません。なので、関東馬中心で考えるべきレースとなっています。今年の関東馬は12頭出走します。関西馬は4頭しかいませんので、今年の関東馬が2頭以上馬券に絡む可能性が高そうです。データその2、ディープインパクト産駒ということで、ディープインパクト産駒はこのレースをかなり苦手にしています。2013年から11頭が出走して、馬券に絡めたのは2016年3着だった里のアラジンだけです。で、一番右に書いてあるのは当日の人気なんですが、人気を見て分かる通り出走してきた馬は人気薄の馬が多いです。不審な理由は、単純に馬が弱いという可能性もあるので、微妙なんですが、さすがにディープインパクト産駒を本命にはしづらいといったデータとなっています。ちなみに中山回収後、中山馬場回収後の中山マイルでのディープインパクト産駒の成績は25勝していて、2位のキングカメハメハは11勝なので、圧倒的な差をつけてのトップになります。これだけ突き抜けて勝っているのに中山マイルの重賞は1勝しかできていません。勝率は 3.8% とかなり低いです。ちなみに唯一の重賞勝ち馬は今年の1月のフェアリーステークスを勝ったプリモシーンです。2歳馬が1頭も出走していないレースなので、重賞とはいえどレベルは低いレースで勝ったのみとなっています。これだけの、大種牡馬大種牡馬ですので、さすがにこのまま1勝のみで終わるとは考えづらく、いつかはまた勝つでしょうが、次勝つまでは、軽視してもいいかなと思っています。今年のダービー今日にはディープインパクト産駒が2頭出走してきて、アデイ・イン・ザ・ライフとグレーター・ロンドンです。
2頭とも人気しそうなだけに注意が必要になってきます。グレーターロンドンは中山マイルを2勝しているので苦手ではないでしょうが、重賞で勝ち切れるかが鍵を握りそうです。データその3、前走1600万条件組ということで過去10年で過去10年で前走1600万条件から出走してきた馬が6頭馬券に絡んでいます。でそこそこ絡んでますので今年も無視はできません。しかし馬券に絡んだ馬には特徴があります。過去に絡んだ馬のうち5頭は重賞に出走歴がある馬で、さらにそのうちの4頭は重賞で5着以内に入ったことのある馬でした。ハンデ戦とはいえ初重賞挑戦ではまあきついということになります。で今年の前走条件戦の馬はゴールドサーベラス とヒーズインラブの2頭です。2頭とも過去に重賞出走歴はありません。しかし重賞実績がないからといって、まあ、バッサリ切るのもちょっと危険な感じはします。過去には重賞に出走したこともない馬も馬券に絡んでいるし、まあ、重賞で大敗経験がある馬も馬券に絡んだことはあるので、まあ、抑え候補として考えたいと思います。でここからはまとめに入りたいと思います。中山は今週から B コース代わりになります。なので基本的に内枠の先行馬を重視したいところですが、マルターズアポジーがこちらに回ってきて他にも逃げたそうな馬がいるだけにペースはかなり速くなる可能性があります。なので軸候補候補馬の順番は決めますが、馬券はボックス馬券にしたいと思います。なので私の本命は15番のストーミーシー。中山マイルで8枠の馬を本命にするというのはかなり勇気がいることですが、私はハイペースになって前が潰れるという展開を予想します。そうなると必然的にうちは先行馬が持たれて邪魔になるので外を刺してくる馬の方がスムーズに競馬ができます。でこの馬は3歳時に中山マイル重賞で2着がありますし、ここ2走も重賞で差のない競馬です。でここ2走に比べたら明らかにメンバーのレベルは落ちて、さらに今回はハンデも54キロと有利になります。ラストは確実に刺してきてくれる馬なので、まあ、展開さえ向けばチャンスはあると思います。で2番手に挙げたいのが13番のマルターズアポジー。ミュゼエイリアン陣営は逃げにこだわらないと言っているのでマルターズアポジーには競りかけないでしょう。ただ他にも先行馬がいるのでそれらの馬次第ですが、誰も競りかけないならペースは速くならない可能性もあります。前走の中山記念は先行馬が毎年有利な中山記念とはいえ強敵相手に速いペースを3着に粘りました。G3 なら能力は上位で、ペース次第の馬になるので買い目には入れておきたいといったところです。
で3番手に挙げたいのが10番のロジチャリス。この馬は去年の勝ち馬です。でこの馬も金走はパッとしませんが、まあ、得意の中山で変わり身を見せてくれるかもしれません。まあ、大型馬なだけに叩き2走目で前走より動けそうです。でジョッキーも最近絶好調な、まあ、池添ジョッキーなので期待します。であとはここに前走条件戦の7番ゴールドサーベラス、9番ヒーズインラブを加えます。で人気しそうなグレーターロンドンは前走先行して失敗しているだけに、まあ、今回は後ろから行くと思います。で内枠なので捌くのも大変ですし、ディープ3区でもあるので、まあ、来ても3着だと思います。なので買い目は馬単のボックスで7番のゴールドサーベラス、9番のヒーズインラブ、10番のロジチャリス、13番のマルターズアポジ、15番のストーミーシーという計20点のボックス馬券を買いたいと思います。また当日の傾向、パドックの状態、馬体重の増減などを見てブログの方に勝負の買い目を上げたいと思いますので、そちらの方も参考にしてみてください。じゃあ2018年ダービー卿チャレンジトロフィーの予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあまたねー。